ここからはナレーション付きになります。今回は新しく購入したこのマイクのカバーをつけて遊んでみようと思ってます。で、イヤホンをね、着用していただくと音が左右に分かれて聞こえるので、ちょっと ASMR っぽくなったんじゃないかなと思います。クラップ下手くそでした。カスカスした音しかなんなくて、このヘッドホンに指でね触れてカチカチする音もね、私は結構好きでしたね。なんか楽しそうな表情してますね。というわけで、まずはこの黒いスポンジのカバーをつけてみます。頭にはいいんだよね、乗せなくて。そう、マイクに乗せて、ここの音がね、なんていうの、こうゾワゾワってする感じの音でね、好きな人は好きそうだけど苦手な人も多いかもしれないですね。はい、でもうすぐこの次はふわふわの方をつけてみます。あ、また外す時の音がね、そうそう、はい、これもつけまして、これね、つけるのがすごい難しかったです。なんか硬くてゴムのところが、はい、で音はすごい良かったですね。ふさふさを指でなぞってる時の音の感触が、何とも言えないズバズバ感ですごく気持ちよかったですね。はい、というわけでふさふさをね指でいじって遊んでおります。ね、楽しかったな。このやっぱ音がねすごい好きだったんですよね、指でいじってる時の。そうそう、これやっぱね、このなんていうの、カバーをつけるとちょっと声の当たりが柔らかくなって、私は好きでした。あ、そう、これカバーはねいいんですけど、毛がねめっちゃ抜けるの。これどう思います？すごい抜け毛がね激しくて。というわけで、唐突に出現したビールでございます。はい、これ硬かったな、開けるところでね。ビール、私お酒飲む映像って多分初めてじゃないかな、これが。なんか恥ずかしいですね。でこれね、ミニサイズの缶で135ミリリットルかな、うん、うん、あ、もうおせんべいにいっちゃいましたね。はい、これはね、私がね大好きなトウモロコシ味のねおせんべいなんですけどね、こうパックで分かれてて小分けになってるので食べやすくて、サイズも小さいのですごいねお気に入りなんですよね。うん、一袋で結構満足できるし、味もね、私トウモロコシの味大好きなので、口いっぱいにね、トウモロコシの味が、味っていうか風味が広がって、はい、いいですね。で、音もね、やっぱおせんべいはいい音がするので、はい、楽しかったですね。うん、まあ、これはおつまみですね、いわゆる。そんな感じで、ひたすらおせんべいを食べてます。美味しそうですね。いや、これ美味しいんだよな、本当に。なんかね、あのエビの味もあるみたいなんですけど、そっちはまだ食べたことがなくてね、エビ味も美味しそうだなって思いながら、でもね、結局いつもトウモロコシ味を選んじゃうんですけど、まあどうでもいいですね。うん、美味しかったですね。はい、でここでまたビールです。私普段ね、お酒はそこまでたくさんは飲めないんですけど、でも結構味は好きで、ビールも好きですし、
とはそうだな、日本酒とかも好きですし、うん、スパークリングワインとか、あと白ワインとかも好きですね。うん、普段からね、そんなにお酒はいっぱいは飲まないんですけど、こうたまにね、自分へのご褒美とか、次の日が休みの時とかは、こう晩酌程度にちょっと楽しんだりすることはありますね。まあそんなわけでね、YouTube でもまたなんかこう酒を飲む映像とか、うん、たまに出せたらいいなとも思ってますので、皆さん一緒にね楽しんでください。はい、これなんかカッコつけて飲んでるけど、この缶のサイズが小さいからそんなに様になってないですね。あ、もう終わりだ。ありがとうございました。